ワンワンとトーマスとアンパンマンだよ。これは羽になっていて、こうやって取り外すことができるんだよ。こんな感じでパカーンと簡単に取れるよ。ワンワンがバーって言ってるよ。それからウータンもいるね。これはパッパとパケッパ、面白い3人だね。そしてこれがおまるん、トイレトレーニングだよ。今度はトーマス、トーマスが出てきたね。仲間たちと一緒だよ。これはキャプテン、船のキャプテンだよ。このところにこうやって置くと、こんな感じで移動させてあげることができるんだよね。海の上を移動できるよ。そしてトーマス、トーマスもここに置いて、それからトーマスの親友のパーシー、パーシーもいるよ。トーマスがこっちの方に行ったら、パーシーも同じ方に行ったよ。どっちが先に進むのかな？トーマスが先に進まないとちょっとぶつかっちゃいそうだね。じゃあトーマスが先に行って、そしてパーシーが続いたよ。今度はアンパンマン、アンパンマンたちも羽目になったよ。まずアンパンマン、手にバケツを持っているね。そしてメーケンチーズはコーンを食べているね。そして食パンマンはお皿を用意していて、クリームパンダは虫を取っているよ。そしてバタコさんはお料理を運んでいるね。そしてカレーパンマンはこの薪を運んでいる。メロンパンナちゃんはトングを持ってお料理のお手伝いかな。そしてコキンちゃんはお料理を食べているよ。それからドキンちゃんもお料理、スープを飲んでいるね。あ、バイキンマンも食べているよ。アンパンマンたちに働かせて、バイキンマンは楽しんでいるんだね。ワンワンとウータンとトーマスとアンパンマンの羽目、楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も遊ぼうねー。